こんばんは、藤本博史です。前回の動画にいただいたラジオ動画のコメントを読んでいきたいと思います。慶子さん、ありがとうございます。藤本博史さん、こんばんは。先日、初めてプリティストアに行きました。店内はとても可愛かったし、常にキャラソン、オープニング、エンディングが流れていて最高でした。最初は周りの目とかを気にしていたけど、買い物をしている間にだんだん楽しくなって、周りの目なんか全然気にせず買い物をしました、ということでありがとうございます。はい。プリキュア、プリティストアのお話ですね。いいですよね、プリティストア。まあ、自分もね、自分もてか自分は東北に住んでるので、ね、最寄りにプリストがないんですよ。最寄りのプリストが東京っていう、ちょっと意味わかんない感じになってるんですけど、まあ、プリティストアいいですよね。自分もね、まあ数回片手で数えられるレベルぐらいしか行ったことないんですけど、いいですよね、プリティストア。本当になんかこう、プリキュアファン的にはこう、ワクワクする場所でしかないというか、本当にね、なんかまあ自分なんかはね、グッズをそんなに頻繁に買うタイプではないんですけど、それでもやっぱり見てるだけですごく楽しいので、やっぱりね、プリティストアっていうのは見てて、すごく楽しくて、まあ、ついつい買い物をしたくなってしまう場所ですよね、プリキュアファン的には。特に自分、東京店しか行ったことないから、まあ、出張店とかは行ったことありますけど、その、常設店で言うならば、自分、東京店以外は行ったことないんですけど、他になんか大阪とかでしたっけ？大阪とか、あと2、3店舗あった気がしたんですけど、なんか、東京のね、プリティストアは東京駅の地下にあるんですけど、あの辺りって東京駅のキャラクターストリートっていう場所になってて、他にもなんかウルトラマンとか、最近仮面ライダーショップできましたけど、そういうね、なんかこうヒーローものとかヒロインもののショップがすごく固まってて、もうあの辺り一帯がすごくこう夢のある場所になってるんですよね。なんか、そういう意味ではなんかこう、たくさん子供たちがね、いるんですよね、あの場所に行くと毎回毎回。だからそういう、ね、なんかワクワクしている子供たちを見るのもなんかすごく大きなお友達としてはなんか心癒されるというか、なんか、ああ、やっぱプリキュアって子供のためにあるもんなんだなって 個人的にはそこで再確認させられる場所でもあったりするんですけども。いいですよね、プリティストは。先日動画にもしましたけど、今度ね、11月じゃない、12月か。12月に、出張店が全国各地で開かれることになりまして、マルイっていうお店、系列店で、出張店開かれることになって、自分の地元、青森県の五所川原市っていう場所でも、出張店開かれることになったので、結構ね、去年も行ったんですけど、規模でかかったんで、今年もね、ちょっとぜひ、行こうかなと思っております。なんか買うかは別としてね。で、動画撮影可能だったら動画撮って、まあ、軽くちょっと、動画にしようかななんて思ってますので、そちらもね、合わせてお楽しみにという感じで。プリティストアいいですよね。プリキュアファンなら一度は足を踏み入れたい場所ではありますね。皆さんはプリティストア行ったことあるでしょうか？行ったことない方はぜひぜひ、最寄りのプリティストア行ってみるのもありなのかなと思います。はい。ということで、慶子さんありがとうございました。ということで、今回も始めていきましょう。第72回ですね。始めていきましょう。改めまして、藤本博史です。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう作品は、そもそも小さな女の子、男の子のためにある番組なので、我々大きなお友達と呼ばれる大人の存在はなかなか肩身が狭いというのが現状でございます。なので、せめてこのラジオ動画内では皆さんのコメント、意見をオープンに喋ってもらおうという、そんな趣旨でこの動画作っております。皆さんからの意見、コメントを募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身の意見も喋っていこうという、そんな感じの、動画になっております。ということで、前回の動画第71回にいただいたラジオ動画のコメント、
続き読んでいきたいと思います。ということで、暴れん坊さんありがとうございます。ということで、藤本さんこんばんは、ドキプリ完走しました。ドキドキプリキュアですね。噂のキュアハート相田真奈ちゃんが確かにすごい子でした。これはみんな好きになるわと思います。でも自分はリッカちゃん推しです。そして今はスマイルプリキュアを見ています。いつかの動画で藤本さんがおっしゃっていた母の日会、確かにいいお話でした。自分としては運動会のリレーを5人で頑張る話がとても心に響きました。わかる。全体的にいい意味でしょうもなくて脱力視聴ができるシリーズだと思わされているので、何気ない日常会だと油断していると泣かされる、そんなギャップがいいですねと思っていたら、中盤の超絶バトルに、度肝を抜かれました。歴代でもトップクラスのバトルシーンではないでしょうか。ギャップがあるにも程がある。これからの終盤戦でどこまで畳みかけてこられるのかが楽しみです。それではチャオとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、まずはドキプリ完走ということでおめでとうございますということで、ドキプリいいですよね。相田真奈ちゃん、自分の、推しのプリキュアになってるんですけども、相田真奈ちゃんのね、もう圧倒的カリスマ性というか、他のプリキュアの追随を許さない、ねあのカリスマ感は自分はとても好きですね。ドキプリぜひね、見たことない方ドキドキプリキュア見てみてくださいということで、で暴れん坊さんは今、スマイルプリキュアを見ているということで、スマイルプリキュアもいいですよね。自分がね好きなプリキュアシリーズ、1、2を争うレベルで好きなプリキュアシリーズ、スマイルプリキュアですけども、自分がそもそもプリキュアシリーズにハマったきっかけがスマイルプリキュアなんですよね。だからすごく自分個人的にも思い入れのある作品なんですけども、で暴れん坊さん、母の日会のお話されてるんですけども、すいません、ちょっとこれ自分説明不足だったんですけど、母の日会、自分よくねラジオ動画内でプリキュアの母の日会っていうのがありまして、それすごく自分大好きっていう話をしてるんですけど、確かにスマイルプリキュアにも母の日会あるんですけど、自分が言ってる母の日会ってスマイルプリキュアの方じゃなくて、ハートキャッチプリキュアの母の日会なんですよねちょっとややこしくて申し訳ないんですけども、まあスマイルプリキュアのね母の日会も好きなんですけどね、サニーというかあかねちゃんのねエピソードがあって、とても自分は好きなんですけど、ハートキャッチプリキュアの母の日会が自分はとても好きなのでぜひ見たことない方はハートキャッチプリキュアっていうシリーズの母の日会っていうのがありまして、ナミナミっていう子が出てくるんですけども、非常にいい話なので見てくださいということで、暴れん坊さんもね、暴れん坊さんハートキャッチプリキュア見てたんでしたっけ。ぜひ見たことないっていうか見てなかったら、ハートキャッチプリキュアの方の母の日会も見てみてください。でね、スマイルプリキュアのお話になるんですけども、そうなんですよ、この暴れん坊さんのコメントのおっしゃる通りなんですけども、スマイルプリキュアって本当に全体的でなんかこういい意味でしょうもないんですよ。なんか本当にシリーズ通してここまでギャグに振ってる作品なかなかないよなっていうぐらい、スマイルプリキュアって結構ギャグアニメ寄りなんですよね。それがまたいいんですよ。スマイルプリキュアってそもそもね、震災があった次の年の作品で、その震災の年にあったプリキュアってスイートプリキュアっていう作品なんですけど、そのスイートプリキュアってもともと結末とか後半の展開っていうのが決まってたんですけど、その震災があったことでそのちょっと、終盤というか最後のラストの展開が変わったっていうお話、あくまで噂ですけど、公式で自分見たわけじゃないんで分かんないんですけど、公式で書いてる記事とかあるのかな、そこら辺ちょっと自分勉強不足なんですけど、まあ最後にラスボス的な存在がいるんですけど、スイートプリキュアって、そのラスボスの存在の最終的なその物語の決着のつけ方っていうのを、その震災があった影響で、少し軌道修正があったっていうようなお話があって、でその流れを組んでスマイルプリキュアっていう作品が震災の次の年に始まって、そのとにかくスマイルっていう、笑顔、スマイル、元気っていう、そういう方向性でスマイルプリキュアって始まって、本当になんかこう
難しいこと考えずにただただ笑顔になれるような作品なんですよね、スマイルプリキュアって。本当になんかこう素晴らしい作品で、本当にねいい意味でしょうもないんですよ。本当になんかギャグばっかりで、でしかもまあ川村俊恵さんっていうプリキュア界隈ですごく有名な、すごく可愛くて綺麗な絵を描く方がキャラクターデザインをしてらっしゃって、なんかそのすごく綺麗な可愛いキャラクターたちが本当にねギャグかましてるのが本当に面白い作品なんですよね、スマイルプリキュアって。でもそんなギャグよりっていうかギャグに振ってる作品なのに、たまにめちゃくちゃ感動できる話ぶっこんでくるんですよ。それがまた本当に暴れん坊さんのおっしゃる通りギャップがいいんですよ。本当にスマイルプリキュアってすごく良くて、で暴れん坊さんのこのコメントの最後にもあるんですけども、中盤戦本当にね折り返し地点にある怒涛のなんかこう超絶バトル回があるんですけど、あの回で自分はプリキュアにハマったんですよね。本当にあの回はすごくて、そのキャンディーっていう妖精がいるんですけど、妖精さんがいて、そのキャンディーが敵にさらわれてしまって、でキャンディーを救出しようっていうお話があるんですけど、そこの回の戦闘シーンが本当に本当に熱くて、そこで自分はそのプリキュアにハマったんですよね、うん、スマイルプリキュアでそのプリキュアシリーズっていうものに興味を持って見始めてっていうか途中から見たんですけど、でその中盤の戦闘シーンというか戦闘回でハマったっていう感じなんですよね。本当に歴代でもトップクラスのバトルシーンだと自分も思ってます。本当に未だに思ってますね。プリキュアの戦闘シーン、もう戦闘シーンっていうだけのカテゴリーで言うならば、自分本当にスマイルプリキュアのその中盤戦の戦闘シーンは未だに歴代1位ですね、自分の中では。うん、まあゴープリンセスプリキュアのね戦闘シーンも結構上位というか1位競ってるというか競ってるんだけど、でもやっぱりまあ思い出補正もあるかもしれないけど、やっぱりなんだかんだスマイルプリキュアのその、うん、キャンディ救出の戦闘シーンと、あと48話かな、スマイルプリキュアの、うん、最終回一つ前の最終決戦の戦闘シーン、このスマイルプリキュアのここぞの戦闘シーンは本当に爆発力がすごいんで、マジでちょっとね思い入れのある作品なんで語り出すと止まらないんですけど、本当にスマイルプリキュアいいシリーズなんですよね。見たことない方はぜひ見てほしいなと思いますね。あとね、なんか地上波は難しいかもしれないけど BS とかでいいから再放送とかやってくんないかなって思いますね。スマイルプリキュアまた再放送とかやってくれれば、なんかちょっとね見たことない方も見やすいかなって思うんですけどね。うん、どうしてもサブスクとかね、動画配信サイトで配信されてるのってプリキュア映画ばっかりなんで、本編はやっぱり最近の作品ばっかりなんで、スマイルプリキュアってねなんだかんだ結構前の作品になっちゃってるんで、ちょっとね新規というかスマイルプリキュア見たいなって思ってるけど、なかなかハードルは高いですよね。ぜひ見てほしいなと思います。マジで本当にね普段ギャグばっかなんだけど、ここぞの作品というかここぞのお話がめちゃくちゃいいので、マジでいいんで、うん、暴れん坊さんもまだスマイルプリキュア途中ということで、ぜひ最後まで突っ走っていただければなと思います。終盤のね5人それぞれの個人会があるんですけど、それぞれの最終決戦手前にそのプリキュア5人一人一人に焦点を当てる会があるんですけど、あのあたり5人全員めちゃくちゃいい話なんで、そちらも楽しみにしていただければなと思います。ということで暴れん坊さんありがとうございました。藤本博史の動画、はい、ということで次のコメント読んでいきます。山田太郎さんありがとうございます。初めてのコメントですね。藤本博史さんはじめまして、毎日楽しく動画を拝聴させていただいております。ありがとうございます。ここ1年でプリキュアにハマり、シリーズを追いかけながら藤本さんの動画で勉強させてもらっています。ありがとうございます。現在私は魔法使いプリキュアを見ていますが、あるキャラクターにやられてしまいました。そのキャラクターはモフルンです。おっとりとした性格に愛くるしいビジュアル、作中の出番や貢献度に声のマッチング具合、どれをとっても最高です。過去作の妖精キャラの中でもここまで可愛さの寄ったキャラはいないんじゃないかなと思いました。
全プリキュア大投票で1位を取っていたことを知り、ファンの中でも人気が高いことが分かりました。私は後追いのため分からないことも多く、放送当時から人気の高いキャラだったのでしょうか。また藤本さん的にモフルンはお好きな方でしょうか。気になったため投稿いたしましたとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、モフルンですね。うん、でもこの山田太郎さんのおっしゃる通り、本当にプリキュア妖精界隈の中でもまあ未だに一番人気なんじゃないですかね、モフルンって。やっぱりモフルンってね、まあとにかくまず可愛いじゃないですか結構ね、あのプリキュアの妖精ってまあいい意味で言うと結構チャレンジしたデザインが多いんですよ。さっき言ったスマイルプリキュアのキャンディーとか、キャンディーって結構見た目だけで言うと結構奇抜なデザインをしてたりして、まあそういう意味では結構奇抜なデザインとかチャレンジしてるデザインがプリキュアシリーズの妖精さんって目立つ中、モフルンはもう安定感が半端ないんですよね。もうクマのぬいぐるみなんで、もう可愛いのはもう約束された可愛さがあって、でやっぱりね、その声優さんの声もあって、あのモフルンの声優さんってね、もともと2人はプリキュアスプラッシュスターっていう作品で、あの主人公ヒューガサキちゃんの妹さん役とかでも出てたりしたんですけども、あのもうあの方でしか出せない天性のというか、本当にあの可愛らしい声がモフルンとマッチしていて、でしかも魔法使いプリキュアって結構そのプリキュア2人を中心に動いていくけど、モフルンっていうのがもうまあ3人目の主人公と言っていいぐらい、結構あくまでプリキュアのサポート役というよりは、あのプリキュアチームの一員であるっていう描写が、まあ、他のプリキュアシリーズでもね、結構妖精さんをちゃんと捉えてるというか描いてる作品も多いけど、今やってるヒーリングとプリキュアなんかもね、結構妖精さんにフューチャーしてる回多いですけど、そういう意味ではでもモフルンっていうのはそのまあ悪く言えばプリキュアの添え物というわけではなく、本当になんかそのメンバーの一人として魔法使いプリキュアって描いてるので、そういう意味でもやっぱりこう視聴者的には本当にこう注目せざるを得ないようなキャラクターなので、モフルンってすごく人気があるんですよね。で本編だけではなく、あの魔法使いプリキュアって、あの山田太郎さんが多分今魔法プリ視聴中なので、ちょっとあまりネタバレにならないように喋りますけど、魔法使いプリキュアの映画があるんですけど、その魔法使いプリキュアの映画はそのモフルンがかなりフューチャーされてる作品で、あのぜひ魔法使いプリキュア本編を視聴し終わった暁には映画もぜひ見てほしいんですけど、やっぱあの映画の爆発力というか、あの映画が結構決め手になってるくらいモフルン人気は決定づけられてしまっているのかなと自分は思っていますね。モフルンはだからね、本編のそういうね、のプラス映画でやっぱりモフルン人気は未だにすごいですね。うん、あともう終わっちゃってるゲームなんですけど、プリキュアつながるパズルっていうスマホゲームが少し前まであって、それのゲームの進行役みたいなキャラクターもモフルンだったりして、まあそのリリース当時、ゲームリリース当時に魔法使いプリキュアがやってたからっていうのもあったんですけど、でも結局っていうかサービス終了するまでずっと進行役はずっとモフルンだったんで、そういう意味でもやっぱりモフルンの人気はすごいんですよね。モフルンいいっすよね本当に、やっぱモフルンね、ストーリーとかそのプリキュアに寄り添ってるとかいろいろあるんですけど、あとやっぱハーちゃんね、ハーちゃんが出てきたところからモフルンってハーちゃんを、まあ、育ててるお父さんというかお母さんというかお姉ちゃんというかポジショニングが難しいですけど、やっぱりハーちゃんとモフルンの関係性もまたいいんですよね。なんかそういうのもあってモフルンって人気なんだよな。本当になんかモフルンいいなって思いますね。あの去年じゃないな、今年の夏くらいでしたっけ、あのモフルンのソファーってグッズ出たんですよ。モファっていう作品だったんですけど、20万とかでしたっけ、30万とかでしたっけ、本当になんかガチガチのガチな、あのめちゃくちゃ高いモフルンのソファーとか出るぐらい未だにモフルンは人気なんですよね。すごいですよねモフルン。なんか今後もね、モフルンのなんかグッズ展開とかしたら面白いなって思ったりしますね。やっぱ妖精人気で言うとやっぱモフルンすごいなって思いますね、未だに。
はい、ということで、山田太郎さんありがとうございます。ということで、次のコメントです。依存スクリーンさんありがとうございます。藤本さん動画投稿お疲れ様です。弘前でクラスターですか、不安になりますね。前回ですね、自分が住んでる青森県の地元である弘前市という場所があるんですけども、そこでねちょっとコロナのクラスターが起きちゃって、先日ね初めて亡くなった方なんかも出て、ちょっと今かなりやばい状況になってるんですけども、生活圏内でそういう話を聞くと、そこを避けるにしても他の映画館は移動距離がありそうですね。無事に映画行けるといいのですが、自分がいる埼玉も結構感染者数が多いのですが、意外と映画で感染者が出た話はあまり聞かないですね。自分は買い物とか外食を普通にしていますし、対策としたらマスク着用、食べる前に手を洗う、ある程度買い物したり物を触ったら手を洗うなどで、洗えないときはアルコール消毒みたいな感じですかね。自分も来週映画ミラクルリープ参戦する予定なので、個人的に感染対策しながら参戦してこようと思います。気をつけながら必要以上に恐れずにみんなで盛り上がっていきましょう。それでは失礼しますとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとね今クラスターが起きてちょっとビビってる状況ではあるんですけども、まあでもとにもかくにも映画プリキュアミラクルリープの公開がいよいよという感じですね。うん、この動画が上がってるのが木曜日だから、残り2日3日というところでこの動画が上がってると思うんですけども、自分はどうしよっかな。映画公開土曜日なんで次の日の日曜日あたりに行こうかな。11月1日の日曜日とかに見に行こうかななんて思っております。楽しみだな本当に。今年はねミラクルライトもう振るの禁止になっちゃったりとかして、まあ小さい子はね喋るなと言われてもミラクルライトを渡されちゃったらどうしても頑張れって多分言っちゃいそうなんでね。まあちょっとね結構自分いつも映画は一番後ろの席を取ってるんですよ。その大きなお友達っていう存在を見られたくないからっていうのもあるんですけど、一番後ろの席からいつもプリキュア映画を見て、で小さい男の子女の子がねミラクルライトを光らせてるのを後ろから見るのも結構楽しみの一つではあったりするんですけどね、それが見られないのは少し寂しいなと思うけど、まあでもね映画がまず見られたことに喜びを感じるべきだなとは思うのでね、頑張ってというか今週末かな見に行くとしたら、楽しんでこようとは思ってるんですけども、ちょっと話変わりますけど、最近ね鬼滅の刃すごいですよね。映画マジですごいですよね。自分は一応原作アニメともに全て見ていて、鬼滅の刃話したことなかったですけど、自分普通に好きなんで、原作は一応単コミ派なんで、最終回とかはまだ知らないんですけど、単コミは全部持ってるし、アニメも全部 Netflix で見たしっていうぐらい、鬼滅の刃は好きなんで、まあただなんでこんなに流行ってるんだろうっていう疑問はありますけどね。確かにめちゃくちゃ面白いアニメだし漫画だけど、なんでここまでっていうのは正直なところですね。確かにめちゃくちゃ面白い作品なのは間違いないけど、でもここまで流行るんだったらあの作品もって自分の中では思っちゃったりするんですけど、まあでも面白い作品なんで、そのね映画もまだ見てないんですけど、無限列車編ね、多分ね映画館最近行ってないんで、そのプリキュアの映画見に久しぶりに映画館行くんですけど、多分映画館行ったら鬼滅見る人でいっぱいなんだろうなって思って、少し行くのが怖かったりするけどね、ちょっとまあ鬼滅もねそのうち、まあ優先順位としてはプリキュアの方が上なんで、プリキュアの映画とりあえず見てから鬼滅の映画もそのうち見たいなとは思ってるんですけど、まあでもとにもかくにもミラクルリープですよね。ミラクルリープ楽しみだな本当に。やっとプリキュアファンに春がやってきますね本当に。やっと春映画が秋公開になっちゃったけど本当に嬉しい。でヒープリ単独映画ねどうなるんだろうって感じなんですけど、もともとね春にオールスター映画をやって、で秋にその作品その年やってるシリーズの単独作品をやるっていうのがプリキュアシリーズの恒例になってるので、ぜひねヒープリの単独映画もね早いうちに見たいなという感じなんですけどね。
まあ一応公開は決まってるんですけどね、日時はちょっとまだ決定してないけど、来年の春になるんじゃないかなとは言われてるけどね。どうなんだろう、ヒープリー単独映画も楽しみだなって思うけど、でもどうなんだろうな。来年の春公開予定だから、でも新シリーズ始まる頃だから、来年春の映画もオールスター系になっちゃうのかなって思うと、ヒープリーのな単独映画も見たいなっていう思いもあるんだけどな。まあでもまあとりあえずヒーリングとプリキュアね、続いてるうちに映画が一本見れてよかったなっていう感じですね。ミラクルリープ楽しみましょうということで、感想動画的な動画もあげようかな、どうしようかな、それも迷ってるんですけど、うん、何かしらあげようと思います。はい、ということで、イゾンスクリーンさんありがとうございました。お互い気をつけて映画見に行きましょうということで、そんな感じですかね。うん、はい、ということで、イーゾンスクリーンさんありがとうございました。藤本博士の動画、はい、ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。すいません、ちょっとあの前半のスマプリ話が自分ちょっと長すぎて、ちょっとコメント予定よりちょっと少なかった、紹介するコメントが申し訳ない。コメントたくさんありがとうございます。すべて毎回目を通させていただいております。いつもね、皆さんからのコメント一つ一つのおかげで、いつもね、あのモチベーションにつながりまして、毎回ここまでラジオ動画続けられてきております。第72回まで来れました、ありがとうございます。皆さんからのコメントのおかげでございます。ということで、また次回もというか今回の動画にもぜひぜひコメントよろしくお願いしますということで、昨今のプリキュア事情で言うと、まあ先ほど言った、ミラクルリープはもちろんのこと、まあ最近本編盛り上がってますね。本当になんか最近は本編の盛り上がりがすごいね。あのダルイゼン君関連でもうすげえ盛り上がりを見せたかと思ったら、今度はしんどいねさんが大変なことになっちゃって、どうなるんだって感じなんですけどね。本当にね、ここ今やってる中盤戦の盛り上がりが一段落したら、おそらくプリキュア個人個人にフューチャーされる回があって、でいよいよ最終決戦っていう感じになっていくのかな、多分。プリキュアね、多分話数減るとは言われてるんで、ヒープリだからそんな感じになるのかなとは思いますね。多分ですけど、他のプリキュアシリーズである、多分その本編とのつながりがないというか、その本筋とは少しそれる、あの和む話とかギャグ回とかカオス回とか、あのシリーズごとに1話2話あったりするんですけど、そのあたりが若干削られるのかなと自分は思ってるんですけど、うん、どうなるんだろうって感じですけどね。はい、ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。ということで、このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時、20時に投稿しているんですけども、収録録音しているのは2日前の火曜日に撮ってますので、できればコメントは火曜日までにいただければ、火曜日のお昼から夕方くらいまでにかけてコメントしていただければ、読み上げる確率はアップするのかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。プリキュア盛り上がっております、次回も楽しみです。ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。また来週木曜日のラジオ動画でお会いしましょう。今回のお相手は藤本博士でした。ではでは。